おはようございます。池田しおりです。みさきです。今日はこちらの自然なアーチ眉の描き方と整え方をやってみました。描くのが難しい方や眉毛のカットのやり方がわからない方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画スタート。ヘイトのパウダーを使っていきます。真ん中の色をのせていきます。眉頭からのせていきます。眉尻は濃い色で細いブラシでのせていきます。ペンシルを使って形を描いていきます。隙間が空いているところをペンシルで埋めていきます。自然な眉毛の描き方は、黒目のところが一番高くなるように山を描いて、眉尻もあまり長く描きすぎないように描くことです。この2つを使って眉毛を切っていきます。眉頭は眉毛が上に向かって生えているので、コームを上に溶かして上に出た部分だけ切っていきます。真ん中部分は眉毛が下に向かって生えているので、コームを下に溶かしてこちらも出たところを切っていきます。周りの細かい毛をシェーバーで切っていきます。上から下にシェーバーをしていきます。下のところは少し皮膚を下に引っ張ってあげるとやりやすいです。シェーバーでは取りきれなかった眉周りの毛をハサミで一本一本切っていきます。この時も少し皮膚を上に引っ張りながら切ると切りやすいです。こんな感じに仕上がりました。最後にブラシで全体をなじませます。そして眉尻の方も上からと下からで形をしっかり整えるとより綺麗に見えます。よかったら参考にしてみてください。